イッポリト・オギュスト・マリノニを描いたシャルル・カステラーニによる、肖像、1889年、1883年のマリノニ、臨転機。イッポリト・オギュスト・マリノニは、特に死刑円盤方式の臨転機の製造によって、知られた、印刷機の製造者で、日刊誌、レプティ・ジャーナルの社種。近代新聞の基礎を築いた人物の一人とされている。パリのアンフェール門付近にあった、 国家憲兵隊の宿舎で生まれ、バリに没した。イッポリット・マリノには、ブレシア出身の父アンジュイコール・ジョゼフから、イタリア系の血を引いていた。父は、かつてはナポレオン騎下の隆起兵であり、その後は、パリで国家憲兵隊の将校となっていたが、1830年に死去した。イッポリット・オギュスト・マリノには、徒手修行から身を起こさなければならなかった。マリノには、 1837年に旋盤に関する特許を取得した。また、米の脱穀や綿花の綿子ができる機械を発明した。マリノには、1838年から印刷機製造業者であったピエール・アレクサンドル・ガボーの下で働き始めた。1847年には、自らが開発した最初の印刷機として、回転道を2本備え、 1>, 1時間2500枚の印刷を可能にしたアレアクシオンを製造した。1850年からはボビンと回転道の改良にドイツからの移住者で1835年からボビンと円盤を用いた機械を扱っていたヤコブ・ボルムスの協力を得た。ボルムスの輪天機は世界で初めてフランスで製造されたが商業的に市場に出されることはなかった。マリノには 1847年に自ら製造業の事業を立ち上げ、特にリトグラフの印刷機の製造に取り組んだ。1866年、マリノには両面印刷が可能で、6つの余白位置決定装置を備えた輪転機、紙折機能付き輪転機の特許を取った。1872年には従来の新聞印刷機より高性能の巻取式印刷機が製造され、 フランスの新聞社では初めて、ラリベルテ紙に最初の輪転機が納入され、さらに、レプティジャーナル、紙には5台の輪転機が設置された。1882年、エミールド・ジラルダンの後を受けて、マリノには、レプティジャーナル、紙の社種となり、発明家、技術者としての資質も活かして、この新聞の評価を高め、新聞のパトロンと称されるようになった。 色彩の重要性を認識していたマリノには、1889年には、多色釣りが可能な輪天機を製造した。1884年から発行され始めた、レプティジャーナル、紙の日曜版は、文芸版へと発展し、1890年11月29日付からは、営利版となって第一面と最終面が色釣りとなり、大きな行事から、事故。 犯罪や劇的話題などの写真が掲載され、センセーションを呼ぶ新聞と称された、この新聞を特色づけていった。マリノには、エティエンヌ・ルノアールの友人であり、ルノアールによる来年期間の実現を支援していた。イッポリット・マリノには、ボーリュー・シュルメールの初代市長として、1891年の9月27日から10月15日までの19日間だけ、その任にあった。 マリノニはパリのパッシー墓地の第七区画に埋葬された。パリのシャンド・マルス公園の北東側にある短い通りである。マリノニ通りの名はイッポリット・マリノニにちなんで命名されたものである。マリノニが起こしたマリノニ社は現在も存続している。同社は1921年にオワーズ県モンタテールのボアラン工房と合併した。 1963年にはアメリカ合衆国のハリスグラフィックス参加に入り、1986年にはハイデルベルガード・ヨリュック・マシーネンのグループ参加にある AM ・インターナショナルに買収された。現在はゴース・インターナショナルのグループ参加にある。マリノニが製造した輪転機が日本に輸入されたのは1890年であり、帝国議会の開設に合わせて、 漢方印刷用に導入した内閣官報局と朝日新聞社に導入された。このマリノに臨天機は8ページ建ての新聞を1時間に3万部印刷することが可能であり、従前の旧型機の20倍に相当する効率であったという。その後、20世紀に入るとマリノに臨天機を参考に製造された国産の臨天機が普及するようになり、 マリノニガタリインテンキなどと称され、ほぼ半世紀にわたって、日本の新聞印刷機の主流となった。博覧解禁第技術の展示場印刷関連機会。国立国会図書館。2014年7月1日閲覧。リューマリノニアパリ。linternaute.com。2014年7月2日閲覧。ABC スノハラ・アキヒコ。 ようこそ、ニュースパークへ、新聞臨転機、新聞研究第672号、日本新聞協会、2007年、86ページ、2014年7月1日、閲覧。ありがとうございます。